はい、じゃあ早速ボニーニメカニクス実技やっていきたいと思うんですが、四軸底面を広げるってとこですね。まず、じゃあ山田くん今座ってるので、まあ、山田くんに立っていただこうかと思うんですけど、これはまず、介助者はもちろんなんですけど、利用者様の視線もすごい大事なので、利用者様の足が閉じてると例えば立った後バランスを崩しやすくなりますので、四軸底面を広げといてあげてほしいです。はい、ただね、極端に広げちゃうと、まあ、力入らないので分散してしまうんで、はい、やっぱり肩幅とか、うん、まあ、僕がいつも思うのは足1個分入るぐらいの広さでいいのかなと思いますんで、まあ、もうちょっと広くてもいいかもしれないですけど、肩幅かそれぐらいまでにしていただけたらなと思います。はい、であとは介助者自身の四軸底面広げるってことなんですけど、はい、じゃあまず鈴木さん足閉じて山田君に立ってもらってください。はい、足閉じ気味でいいんですね。閉じ気味で、じゃあ閉じ気味で、はい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 、とじゃあ座ってもらって、はい、まあ四軸底面じゃあ広げて、これは別に横に広げる必要もないです。前後に広げてもらってもいいですし、やりやすいように広げてもらったらいいかなと。はい、今はいはいはい、はい、まあ簡単な話、どっちが楽ですか？広げた方が楽ですね。はい、じゃあ次重心を低くですね。はい、はい、じゃあまあ突っ立った状態でやってみてください。四軸底面は広げていいんですか？はい、広げていいです。もう膝伸ばして、はい、腰も伸ばしたぐらいの状態で、はい、そうですね、はいはい、はい、そうやってやるのと、はい、まあちょっと膝曲げて股関節も曲げて、そうですね、重心落としてやると、はい、どうですか？こっちの方が楽ですね。はい、正直に言ってくださいね。まああの低いところから自分も立ち上がるんで、より楽だったかなと思います。うん、はい、そうですよね。はい、でこれは利用者さんにも言えることで一緒で、まあ、たた異常の時なんか特にこう立たせすぎてしまったりするとかえってバランス悪かったりもするので、まあ、お尻が浮いたらね、もうそのまま移動してもらう。これはこの後にもつながる、水平移動ってところにつながるんですけど、まあ、そういった意味でもね、バランス重心を安定させるにはやっぱ低くですね。はい、はい、意識してください。じゃあ今度体をねじらないっていうことなんですけど、はい、まあ、山田くんをちょっと立たせようとした時に、はい、例えばこう斜めに入るとどうですか？はい、まあ、極端にやりますけど、あえて斜めに入ってやると、まあ、体今鈴木さんねじれてる状態ですよね。はい、腰が痛い、腰が痛い、力が入りにくいですよね。はい、まあ、あと正面にじゃあ入って、はい、まあ、以上となるとちょっと体をね逃がさないといけないんですけど、はい、できるだけ体ねじらずにやると、まあ、うまくできますよね。そうですね、こっちの方が楽ですね。そうですよね。はい、とあとじゃあ一回寝てもらっていいですか？はい、体をねじらないってことなんですけど、はい、じゃあ、このまま寝返りなんですけど、足だけでちょっと寝返らそうとしてみてください。足だけで、はい、ちょっと手をお腹の上置いといてもらって、足でするってことですか？そうです。膝は曲げる、曲げない、曲げずに、はい、はいはい、こうなったら腰ねじれてしまいますよね。そうですね、はい、腰がねじれてしまってうまく寝返りができない。はい、じゃあ今度膝を曲げてあげてください。はい、膝を曲げると最初の動画で説明したみたいに背骨がロックされて、はい、足同じように倒すだけでも倒していいですか？はい、寝返りがねある程度できます。ついてきますね、ついてくるんで、はい、まあ、これは腰を体をねじらないっていうことと、あとは、別の今回挙げているやつとは別で体を小さくまとめるですね、はい、体重を小さくまとめるってことで、はい、足伸びてるよりも曲げてる方がやりやすくなります。これはまあいろんな介助でもそうですね、これ以外でも、はい、はい、じゃあ今度が、大きな筋肉を使うってことなんですけど、これはまあ前の動画で説明していますのでちょっと飛ばします。はい、はい、まあ、これは中腰筋握りとかそういった部分にも入ってくるんですけど、まあ、ちょっと飛ばさせていただきます。はい、で水平移動はさっき言った通りで上に持ち上げずに、できるだけ水平移動で移動する、あの上方移動とかもそうですよね、持ち上げて上方移動するんじゃなくてそのままできるだけスライディングさせるような形でする。はい、まあ、それするには摩擦を減らすとかね、いろんな工夫が必要なんですけど、はい、まあ水平移動をやってください。はい、で、次重心を近づけるも、まあ、前回の動画で説明してますので、まあ、ちょっと置いときますね。まあ、なんとなくイメージはしやすいかなと思います。で今度押すより引く、はい、はい、押すより引くなんですけど、まあ、今このベッドのね置いてる位置の都合上向こうには行けないんですけど、押して解除しないといけない。例えば今山田くんがこっちにベッド柵寄りに寝てたとした時に
水平移動で向こうに移動させたいってなった時に、はい、向こうに押すんじゃなくてできたら向こう側から回って引くような解除をする、はい、みたいな工夫が必要になってくるんですけど、でちょっと向こうにやろうとしてみてください。押して押すんですね、はい、押すやり方はねちょっとまあいろいろあると思うんですけど、そうですね、肩甲骨とか骨盤に手入れて押せない、押せないですね、はい、はい、で僕やったらここ骨盤とかに手入れてそのままねこう押します、こんな感じで、はい、でこう足とか移動させてもらって肩甲骨で入れてこう押してあげたりとか、はいはい、まあ、こういうので結構できるんですけど、じゃちょっともうちょっと向こうに寄って、はい、引く、今度は引いてみてください。はい、はい、一気に引いていいんですか。一気に引いてもらっていいです。はい、まあ、もちろん引くには条件がねいくつかあると思います。褥瘡がねないとかね。いきます。はい、そうですよね、はい、スッといきましたよね、はい、どうでしたか、押すよりも。いや、押すのは無理ですけど引くのは体重使ったらしんどくないですね。そうですね、明らかにやりやすくなりますよね、はい、まあ、今のやり方も、まあ、重心を広げて、あ、支持基底面を広げて重心を落として、まあ、引くのは自分の体重も利用できるということですよね、はいはいはい、なので今のもやりやすくなったってことですよね。じゃあ最後テコの原理なんですけど、テコの原理も今実際鈴木さんテコの原理を使ってたんですけど、はいはい、まあここですね、膝をしっかりここに当てて支点を作ってました、はい、気にはしてなかったですね。当たってたとは思います。当たってたと思います、はい、ここに支点を作って自分体重を利用してやってたので、はい、じゃあ今度はテコの原理なんですけど、テコの原理はじゃあ起き上がりですね、まあ、これも前の動画でやったんですけど、まあ、ついでなのでちょっとやってみましょうか。はい、はい、じゃあ起き上がりですね、はい、まあ寝返っていただいて、はい、失礼します。はい、で足はもう下ろしてしまっててもいいです、はい、腰とか痛くなければ、その代わり足の重みでずり落ちないようだけは気をつけてくださいね、はい、はい、で肩甲骨に手を回して起きていただくと、はい、まあ、これは足の重みを使ったテコの原理ですよね、はい、はい、っていうのが、まあ、テコの原理ですね、はい、はい、なので、まあ、今ざーっとですけど、ボディメカニクス、実技で説明させてもらいましたけど、まあね、これが一つでもかけると日々積み重なって腰に負担かかってきたりもするので、まあ、一つずつ頭の中、一つずつ抑えながら、実技の方でね取り入れていっていただけたらなと思います。で、それがねなかなか、まあ、8個も7個もあるとややこしいってなると、まあ今まで言ってた2つまずやっていただけたら4つは抑えれますので、まあ体を近づけることと体重を利用することですねだけでもまずは意識してやってみてください。はい、まあ、ということでね今日は2本にわたってボディメカニクス説明させていただきましたけど、鈴木さんじゃあ感想をお願いします。はい、まあこうねいろいろな技術があるのを教えていただいたんですけど、正直全部一気に活用って僕では覚えれないので、まあ覚えるなら一個一個意識して覚えたのから活用していって全部できるようになったらいいのかなと思いました。はい、じゃあ山田君ワンポイントアドバイスをお願いします。はい、まあ、ボディメカニクスというとちょっと難しくくると思うんですけど、まあ、簡単に言うと楽な動きになってくるので、多分もう解除されてる方は何個か8個の中で取り入れてる方がいっぱいいてると思うんですね、うん、でただそこにプラスでもあと何個かを入れていければもっと体が楽になっていくと思うので、この動画をちょっと見ていただいてこれが足りないなって思うところを足していっていただけたらいいかなと思います。はい、はい、ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術を発信していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。